皆さんこんにちは、野生工務店設計デザイナーのあきみんです。こんにちは、品質管理部責任者の山崎です。部長、今回は木造住宅耐震リノベの工事費補助制度についてですね。前回の動画では耐震リノベって何をするのという内容で解説させていただきました。そしてその耐震リノベをした場合、どうすれば補助制度を利用できるのかを今回は教えていただきたいです。はい、せっかく耐震改修をするのであれば、ぜひ補助制度を利用して安心に快適に暮らしていただきたいです。補助制度を利用するためには大切なことがたくさんあります。後で後悔しないためにしっかり知っていただきたいです。はい、今回もできる限り簡単で分かりやすい内容になっています。お家のリノベをご検討中の方、ひょっとしたら耐震リノベで補助制度を利用できるかもしれません。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。ではまず今回の目次がこちらです。1、補助対象の木造住宅は。2、耐震改修工事の助成制度の内容について。3、補助金交付の流れ。4、耐震改修工事と合わせて利用できる制度について。この4つの内容に沿っての説明になります。では部長、今回の優しい解説よろしくお願いします。はい、了解しました。では1つ目の補助対象の木造住宅についてお願いします。まずは1981年5月31日以前の着工した2階建て以下の木造住宅が条件になります。一部対象外の住宅もありますのでご相談ください。それは以前にも解説した、旧耐震基準の木造住宅っていうことですね。そうです。なのでまずは無料の耐震診断をお申し込みください。はい、そちらも以前の動画で無料耐震診断の手順を説明させていただいてます。ぜひご参考にしてください。そしてその市町村の耐震診断の結果、上部構造評点が判定値 1.0 未満と診断された住宅が補助対象となります。対象住宅の所有者が申請者になりますので、そこも注意が必要です。なるほど。例えば住宅の所有者がご高齢だったりすると、息子さんや娘さんがリフォームローンを組んで工事のご契約者となった場合とかですよね。ご契約者と申請者が違った場合は、完了報告の提出がスムーズに進むように、事前にどのように進めればいいのかを施工業者と相談された方がいいと思います。ちなみに補助金額ってどのぐらいなんですか？補助金額は自治体によって異なります。それと一般改修と段階的改修の場合は補助金額が異なります。一般改修と段階的改修があるんですね。はい、それは次の目次、助成制度の内容についてで説明させていただきます。では目次に耐震改修工事の助成制度の内容について部長よろしくお願いします。まず耐震改修工事の種類についてです。先ほど少しお伝えしましたが、一般改修と段階的改修があります。どう違うのですか？一般改修は判定値を 1.0 以上にする工事です。注意点として、耐震診断の判定値から最低 0.3 以上の加算する必要があります。それは診断結果の判定値が例えば 0.8 だった場合は、耐震改修で 1.1 以上にしなければいけないってことですよね。そうです。さすが理解が早い。あ、そのぐらいは、はい、わかります。そうですね、失礼しました。それで段階的改修は、一度に工事をしないで2段階に工事を分けて進める方法です。まず1段階目の工事で判定値を 0.7 以上 1.0 未満にする工事を行います。そして2段階目の内容として、1段階目の工事の後判定値 1.0 以上にする工事を行います。ちなみに愛知県名古屋市の独自の制度に、2階建ての場合1段階目で1階部分のみを判定値 1.0 以上にするという内容の改修方法もあります。自治体によって違うのですね。はい、そうです。1段階目で行う判定値 0.7 以上の工事でも耐震は大丈夫なんですか？はい、ではこちらの耐震改修チャートをご覧ください。これは地震で受ける被害を、
地震の大きさと判定値の関係で示したチャートです。判定値が 0.7 の場合、震度6以上の大地震の場合は大破してしまいますが、震度5まででしたら小波、中波と想定されます。1回目の工事で 0.7 以上にして、2回目で 1.0 以上にする。一旦判定値を 0.7 以上にすることで少しでも倒壊を防いで命を守ることを目標とした補強ですね。そうです。貯金額についてはこちらの表になります。愛知県名古屋市の場合です。愛知県名古屋市では耐震改修工事費の5分の4以内で、一般改修の場合は一般世帯が最大100万円、非課税世帯では最大150万円になります。そして段階的改修の場合は補助金が異なります。一般世帯の場合、1段階目45万円、2段階目55万円です。非課税世帯の場合は1段階目70万円、2段階目80万円です。補助金額についてはお住まいの自治体に確認していただいた方がいいと思います。なるほど、承知いたしました。では部長、3つ目の目次、補助金交付の流れについてお願いします。どのように進めればいいのでしょうか。ざっくりとした流れとして愛知県名古屋市の場合を説明させていただきます。まず事前相談、補助金交付申請書の提出、交付決定通知の受領、契約着手、着工届の提出、中間検査、工事完了、完了実績報告書の提出、確定通知書の受領、補助金交付申請書の提出、補助金の支払いとなります。書類や図面が必要なんですよね。面倒で大変そうですね。耐震改修工事をする施工業者には経験豊富な建築士がいます。事前相談から申請手続きができる業者にご依頼いただければ大丈夫です。それなら安心です。施工業者に依頼するときにも注意点ってありますか。そうですね、相談料とか見積もりの費用は有料かどうかですね。なるほど、どの段階で料金が発生するのかを事前に確認していただいた方がいいですね。その他注意点として、補助金の申請や交付決定通知書の前に契約を結んだり、着手金を支払う、業務や工事に着手する、工事が完了しているなどの場合は補助金を受け取ることができませんので注意が必要です。ただし補助金を申請する工事以外の契約、着工については問題ないです。それと年度替わりには国の予算決定内容により自治体で受付時期が変わってきますので、早めの相談をお勧めします。補助金を受け取れなくなったら悲しいですよね。耐震改修工事とその他のリフォームをどのように進めていくか、ご依頼の業者さんにしっかり確認していただいた方がいいですね。では最後に、耐震改修工事と合わせて利用できる制度を教えてください。はい、まず代理事業制度という制度があります。それは何ですか。補助金の受け取りは、お客様が施工業者へ工事費の支払いを確認後、お客様が自治体から受け取るのが通常です。代理事業制度は補助金が施工業者へ振り込まれますので、お客様は耐震改修工事費用と補助金の差額のみ用意すればいいのです。お客様は最初に用意する費用負担が軽減されますね。そうですね、他には融資制度が利用できる場合もあります。耐震改修または耐震補強の工事を行うお客様向けの融資ですね。はい、高齢者向けの返済特例もあるので、ご検討されている方はご相談ください。そして税金の控除や減税の制度が受けられる場合もあります。それはぜひ利用したい制度ですね。そうですね、申告には必要な書類もありますので、そちらも合わせてご相談いただければ嬉しいです。簡単にまとめてしまいましたが、以上になります。部長ありがとうございます。ご紹介した制度の詳細な内容やご質問等についてお問い合わせいただけましたら幸いです。はい、いかがでしたでしょうか。部長ありがとうございました。
命や財産を守るためにも住宅の耐震は非常に大切です。耐震リフォームには当然費用がかかります。補助金制度を活用し改修することで少しでも費用の負担軽減ができます。ぜひご活用ください。そうですね、耐震補強が必要な木造住宅に住んでいる方や中古住宅のご購入をご検討されている方はぜひお早めの相談をお待ちしております。コメント欄、安江工務店公式 LINE によりお問い合わせをお待ちしています。お待ちしています。これからも住まいの最新の情報をお届けしていきます。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。ごきげんよう。